はい、こんにちは、石原スポーツです。皆さんお元気ですか？今日はですね、お母さん方からご質問の多いこちら、ストッキングとですね、ソックス止め、この2点について、説明したいと思います。はい、ストッキングをなぜつけなければならないのか、これルールで着用が義務化されています。理由はですね、一つには相手からスライディングでパーンとスパイクされた時、怪我を防ぐというのが1点目ですね。2点目はですね、キュッとこうサポーター効果がございますので、肉離れ等の予防にもなるというふうなことで、これ着用と、まあ、大きくは怪我の予防というふうな形でご理解いただければよろしいかと思います。はい、まずよく聞かれるのがこのストッキングですね、どちらが前ですかと、はい、どちらにかかとが来るんですかということですが、大きくえぐれてる方がかかとです。こうですね、まずそこを確認してください。お母さん方によく質問を受けますね。はい、じゃあ実際にソックスとストッキングを着用してみますと、はい、こういう感じになるわけですね。はい、これからズボンを履いていきたいと思います。はい、ズボンは一旦下まで下ろしますね、全部下ろします。はい、こういう状態ですね。この状態から裾を、まあ、これお好みですけど、いいところまで引っ張り上げてください。よいしょよいしょよいしょ。はい、この状態にしますね。そうしましたら、よいしょ、ここでソックス止めの登場です。自分のいいところでこう止めてあげますね。よいしょ、はい、よいしょ。でこれで両方止まったわけです。はい、そうしましたらここからズボンを引き上げていくわけですね。よいしょ、はい、こういう感じです。一般的な履き方になります。どうでしょうか。はい、こういう感じですね。長さは止める位置で調整していただければよろしいかと思いますが、膝の下で止めて、この巻き込み具合で長さ調整すると一番やりやすいんではないかなと思います。さよなら。